とは米国ルイジアナ州ニューオーオリンズ市内のトレメ地域に存在するる広場の名称であるこの広場でかつて展開された音楽の演奏がジャズの誕生につながったと言われている。現在はルイ・アームストロング・パークの一部となっている。ルイ・アームストロング・パークは市の中心街であるフレンチクォーターの北西境界線のランパート・ストリートを隔てた向かい側に位置しており、 コンゴスクエアはパークの南端にある。1718年のニューオーリンズ市設立以来、人々の集まる社交場として機能してきた。当初は黒人の広場と呼ばれ、1803年にルイジアナ州が米国領になる以前から黒人たちがここに集まり、青空市場を開き打楽器を鳴らしてダンスに興じていた。1817年にはニューオーリンズ市で、 アフリカ系奴隷が日曜日に集まりダンスに興じることを許可する法律が制定され、その会場は市長が定めるとされた。会場として選ばれたのがコンゴスクエアだった。ここで展開されたアフリカンビートとダンスは話題を呼び、米国各地から観光客が訪れるようになった。しかしながら、 このような音楽とダンスの習慣がも徐々に下火になっていき、奴隷制の廃止を待たず、南北戦争が始まった頃までには行われなく、なっていた。現在のコンゴスクエアしかし、しばらく経つとまた、コンゴスクエアに音楽が聴かれるようになった。夕食クレオール人たちがここで、ブラスバンドのコンサートを開催するようになったのである。彼らのこの演奏が、ジャズの原点とされ、 このため、コンゴスクエアは、ジャズの発祥地と言われている。19世紀末に、ニューオーリンズ市政府は、広場の名前を、PGT ボーリガード将軍にちなみ、ボーリガードスクエアと正式に改名した。しかしながら、改名後も新名称は定着はせず、従来通りコンゴスクエアの愛称で親しまれた。1960年代初頭に、都市再開発プロジェクトの一環として、 コンゴスクウェア周辺の建物の多くが取り壊された。その後、しばらくさらちのまま放置された後、1970年代に入ってから、コンゴスクウェアとその周辺一帯は、ルイ・アームストロング・パークとして整備された。1970年に始まった、ニューオーリンズ・ジャズ・ヘリテッジ・フェスティバルは、初期の2回の会場として、コンゴスクウェア、並びに、同じパーク内にある。 市営行動を使用した。会場をフェアグラウンズ競馬場に移した現在も、ステージの一つをコンゴスクエアと名付けている。コンゴスクエアは1993年に米国の国家歴史登録罪に追加された。 h t t p w w w n a t i o n a l r e g i s t e r o f h i s t o r i c p l a c e s c o m s l a s h l a s l a s h a l l i n s s l a s h s t a t h t m l ありがとうございます。